はい、新しく編み始めます。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今日も元気に編んでいきましょう。はい、今日からですね、早速やっていきましょう。ちょっと旅で衝動買いしてきました。ラフィアというね、ユダヤ屋さんで買ってきたんですけれども、で、こう、ちょっと紙っぽい、一応、レイヨンって書いてあるんですけれども、まあ、わしゃわしゃと、音聞こえますかね？わしゃわしゃとしております。わしゃわしゃとしている糸でございまして、で、一応、かぎ針が8号針かな？かぎ針8号。っていうことなので、8号針で編んでいこうと思うんですけれど、まあ、テープヤーンに近い、なんていうの？エコアンダリアのもうちょっとこう光沢ないバージョンの太めのやつっていう感じだと思うので、なんとなくわかるのですが、これ糸ってさ、どっから刺せばいいの？これ横から行くべき？なんかね、真ん中がね硬い、私の握力では無理っていう状態でして、なのでちょっと、はい、破いて、で、こう、輪ゴムで止まってた。はい。こんな、まあ、紙の糸、みたいな感じですね。で、これと、この、小さめです。ほんと小さい。竹の持ち手を使って小さいバッグ1個作ろうと思うんですけど、とりあえず一玉でどのぐらい編めるかだよね。それによって変わっていくと思うんですけれど、今形として私の頭の中で欲しいなと思ってる形は、こう、コロンと、下が丸、ある程度丸くて、丸よりね、ちょっとだけ楕円な方がいいかなと思ってて。うん。なんていうの、こう、細長い楕円ではなくて、こういう丸に近い楕円で、そこから編んでいって、途中から2つこう2枚を表と裏みたいなね、感じで生地、編み地を分けて、ここの先端に持ち手が来る。っていう形のものを作ろうかなと思うんですけれど、どうだろうね。なので今日はちょっとこの側面の模様うんぬんはまだまだ後で、今日はこの楕円ですね。楕円を編んでいこうと思います。しかも丸に近い楕円なので、一番最初の、まあ、鎖編みからスタートしますけれども、鎖編みの目数なんですけど、3目。はい、4目。どういう、ああ、こういう編み地か。1、だと思った。こういう編み地か。ちょっと待って。ちょっとね、滑りにくい。やっぱり滑らない糸だなと思ってたけど、やっぱ滑らない。じゃあ、こっから10目かな？ 10 目。鎖編み10目でスタートしましょうか。で、そうだな、長編みで編むか。長編みで、まあ、ささっと編みたいっていうのもあるんですけど、長編みで編みましょう。なので、鎖編みを3目編んで、で、この鎖編み3目が、キュッと立ち上がったとすると、この4目目が下の鎖編み10目目になります。じゃあ、その次、隣ですね。隣の上半目と裏山を拾って、長編み。とりあえず滑らん。ちょっと力が必要かもしれない。なんだろう。きっちきっちに編むと、ちょっと私は手を痛めちゃうかなと思うので、できるだけ緩めに編みます。思ったよりもサクサク編める。細編みとかだったらサクサク編めるのかな。こうね、糸によってね、細編み編みやすか糸だったり、長編み編みやすい糸だったりってあるんですけど、これもしかしたら細編みの方がいいかな、どうかな。はい。まあ、立ち上がりのね、鎖編み3目目入れて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10目分編みました。で、ここからこっち側ね、ぐるっとこう、
端の方編むんですけれど、同じところに長編み何目入るかな、このぐらいかな。全部でこうここ端も入ってですね、 1,2,3,4,5,6 目、長編み6目でちょうど反対側もう来ますよ的な感じかな。まあいいでしょう。そしたら次は、まあここはここでできましたね。こう、こっち側とこっち側に一目ずつで、間に長編み4目入るっていう形にしようかな。で、あとは下半目ですね。はい。下半目拾って、長編みを編んでいきます。一応このラフィアというこの糸を3玉買ってきてるんですよ。同じ色の糸を3玉買ってきてるので、1玉でどのぐらい編めるかでね、その後のこう物の大きさが変わる気がするんですけれど、まあ夏らしいザクザクっとしたゴワゴワっとした感じのカバンになったらいいんじゃないかなと。ね、紙っぽい糸でなおかつ竹持ち手といういかにも夏らしい、そんな感じになっております。ここから 1,2,3,4,5,6,7,8,9 でしょ。はい。で最後ですね、最後、はい、10目目長編み終わりましたら、ここの中ですね、ちょっと上半目と裏山ブスッと刺して、ここに長編みを4つ追加します。はい、4つ追加して、はい、一番最初の鎖編み3目の1,2,3目目をブスッと刺して、はい、ブスッと刺して引き抜き編み、これで1段みたいな感じですかね。そしたらですね、こっから鎖編み3つしてくるりんしましょう。くるりん、くるりんしたらもう次ね、こっちの横の方に来るので、一つの目からよいしょ、長編みが2つ出るように、それを4回ですね、4目分繰り返そうと思います。そしたらまず端ですね、一番端のところから、はい、一つのところに一個ずつ長編みを10目分編みます。はい、やり直し。はい、やり直し。ちょっとやっぱりね、ちょっと編み方がきつい。細編みの方がいいかなーって今ちょっと考えてます。もしかして、ちょっと試しになんですけど、まず一目目ね、これ長編みで編みました。編みましたよ。で、試しになんですが、ここでちょっと鎖編み一つしてくるりんしまして、同じところに細編み編んで、細編みで編んでみていいです。はい、次ですね、鎖編みではなくて細編みを2個ずつ。細編みの方がいいかもしれないな。私的には編みやすいかもしれない。で、ここから10目分細編み編んでいきます。はい、10目分細編み編んで、また、はい、細編みが今度1つのところから2個ずつ出ると。2個ずつ出て、で、あとは1個ずつ細編み編む。うん。細編みの方が私は編みやすいですね。この糸。細編みで編みましょうか。サクサク編めるから長編みの方がいいかなと思ってたんですけれど、細編みの方がいいです。なんかストレスなく。てか力ですね。こう引っ張る力が少ない気がする。気がする。1,2,3,4,5,6,7,8 はい、9編んで1目目に引き抜き編みをしますと。はい、うん、私的にはちょっと歪んでますけど、細編みでいきましょう。じゃあまたこれで鎖編み1つしてくるりんします。はい、同じところに細編みして1
個目、はい、2個目、4個目。なんかね、滑らないと思ったら今度滑り出しました。なんだろう、編み始めたら滑るようになる糸なのかしら。2、3、4、5、6、7、8、9、はい、10個目。はい、じゃあ次から、次は1個は1個、次は2個、1個2個、多分これで編んでいくと太くこう横に長くなるのと、ちょっと横を太めの台になりそうです。はい、端っこですね、こっちの端っこは1個目は細編み1つ、2個目に細編み2つ、はい、1個目に細編み1つ、ん ?1 個目に細編み、こちらの、は、こう、なんちゅうの、端の、楕円の、円の部分ですね。1個目、1目目は細編み1つ、2目目に細編み2つ。っていう感じで、1、2、1、2、1、2、1、2って4箇所ですね。4回分やります。で、そこからまた、細編みをずっと1個ずつね、10目分編んでいきます。で、1目目に細編み1つ。で、2目目に細編み2つ。1つ目には細編み1つ。2目目に細編み2つ。はい、今ね、オネスコ様が私の後ろで黙って座っております。黙って座って、糸の動きを見ております。言葉を発しないで黙っているので、こちらには何のこう、あれも見えないんですけれど。はい、こんな感じ。ちょっとやっぱ、細編みの方がね、この糸私編みやすいですね。長編みちょっと辛かった。辛かったので、細編みでいきましょう。はい、引き続きいきましょう。はい、また鎖編み一つして、くるりんしまして、同じところ、同じ穴に、細編み一つ。まあ、これが一番最初のね、細編みの一目目になるんですけど、はい、ここからまた、次、円の方にやっていきます。一つ目は細編み一つ。はい、2目目も細編み1つ、3目目ですね、3目目で細編み2つの増し目、はい、1、1、2、これ4回やりますね。こう楕円なんですけど、長細い楕円でなくて丸っとしたまん丸ではない楕円なんですけど、ちょっとこうぷくっとした形の楕円を作っていこうと思います。で、そうだな、このまんま、まあ進んでいこうと思うんですけれど、どのぐらいまで糸がね持つあるかだよ。結構あるように見えますよ、結構あるように見えます。どのぐらいまで編めるんだろうな、楽しみですね。1、1、2、1、1、2、1、1、2、1、1、2、4箇所終わりましたので、ここからまた普通に細編み10個、いいですね。うん、細編みってね、なんかぼーっと編むんだったらちょうどいいかもしれない、この糸。うん、あのこうちょっとね、こうテレビ見ながらとかね、映画見ながらぼーっとしながら編むには最高かもしれません。はい、最後編んで一番最初の目に引き抜き編み、こんな感じで最初だけね、ちょっと長編みで編んだんですけど、ちょっと編みづらいので細編みに、2段目から細編みに変更しまして、今4段目まで編みました。うん、結構コロンとなってくれるんじゃなかろうかと思ってるんですよ。あとね、2、3段でいいと思うんですよね。このね、持ち手とのバランス、もうちょっと大きくてもいいけどね。あまり大きすぎてもな、どうかな。糸のね、糸が足りるかどうかわからないんですけれども。そうだなぁ。あと3段ぐらいはちょっと編んでみようかなと思います。3段ぐらい編めるかな。こう、とにかくくるりんして、なんて言うんでしょう。往復編みですね。往復編みをして、こうよれ防止をしましょう。
で、よれてるけどね、もうね。はい、10目編んだら、次は、はい、そうですね、4目目で、増し目。1、2、3、4目目の時に細編みが2つ入るように増し目します。これを4回繰り返します。もう一段ぐらいでいいかもしれないですね。うん、これでもいいかもしれない。多分これで増減なしで編むとちょっとだけこうふわっと膨らむ気がするので、それでもいいかもしれない。もう一段いってみましょう。はい、くるりんして細編みで、こっから1、2、3、4、5の時ですね。5の時に増し目。うん、このぐらいかな。段数的にこのぐらいの大きさでいいかなと思います。で、こっから、はい、細編み10目。はい、この大きさ、この大きさでいきましょう。楕円なんですけど、もうちょっと丸めというか、厚みのある楕円にしました。これを底にして、こっからちょっと増減なしで細編みを編んでおこうと思います。今ですね、どのぐらいかな、半分ぐらいは使った気がします。ていうか、もうほら見えるし、なのでこっからちょっと、そうですね、ちょっと表こっちかな、鎖編み一つしてくるりんしまして、こっからはい、増減なしです。増減なしでずっと細編みを編んでいこうと思います。何段になるか、とりあえずこの一玉なるかな、何段編めるんだろう、ちょっとわからないんですけど、何段になるかなっていう状態なんですけれど、それで、細編みで、とりあえずこう編んでいって、下側ですね、下の部分。今日はとりあえずこの楕円を編んで、このこう楕円プラスちょい上までは一玉でいきたいな、と思って編んでおります。あ、ちょちょちょ。なんでちょっとこのまま引き続き、増減なしで、細編みで、ぶわーっと編んでいこうと思います。で、次回は側面なんですけれど、ちょっと今ね、考えてる編み方をどうしようかって考えてまして、もしかしたらこの持ち手に編みつけて、持ち手からスタートして、こう半分。持ち手からスタートして半分って感じで、一玉一玉編めたらいいかなと思ってるんですよ。ね、あと二玉ありますので、全部使う勢いで編めたらいいかなと思っております。はい。というわけで、本日はこのぐらいにしておきましょう。とりあえず今日の編み図ですね。ちょっと途中で編み方、長編みから細編みに変えちゃったんですけど、編み方やっていきましょう。はい。今回の、まあ、楕円のね、一番最初、まあ、まずは長編みで最初楕円を編もうと思っていたので、ちょっと楕円一段だけ編んでるんですけれど、まず、こう、横にね、長細い楕円ではなくて、横ちょっと短めのコロンとした楕円を作りたかったので、一番最初、鎖編み10目、10目からスタートしまして、長編みで編んでいって、この端ですね。端のところは、この間に長編みが4つ入るように編みまして、で、また10目編んで、こちらにも長編み4つ入る。という楕円を1個作りまして。で、ここからなんですけど、ここからちょっと編み方を長編みではなくて細編みに変えまして。で、しかもくるんと往復編みをします。こっち側に編んでいったんですけど、次の段はこっち側に編みます。で、細編み編んで、で、1つの目から細編みが2つずつ出るように4回編みました。まあ、増し目の部分がこの両端の4つ。で、両端の4つは増し目の法則で今、細編み2目ずつ、次の段割ったら1、2っ
ですね。2目目に細編み2つの増し目がきます。で次の段は 1,2,3 目目でね、あの増し目のタイミングがきます。次の段は 1,2,3,4 目目で増し目のタイミングがきます。次の段は 1,2,3,4,5 目目で増し目のタイミングがきますっていう、そのなんていう増し目の法則ね、増し目のタイミングは同じ、普通に円を編む時と同じなんですけど、まず違うのが往復編みをしているので、こっち編んだ、次終わったらこっち側にぐるっと編む、次こう編む、ね、時計回り反時計回りっていうのを交互に編むので、おのずとなんかねバランスの取れた綺麗な丸に仕上がりました。で、あとはちょっとこれ細編みをこう増し目なしでですね、数段編んで、もうちょっとで糸もなくなりそうなので数段編めばちょっとだそこの方が完成するんじゃないかなと思います。で次回はそこではなくて側面に入るんですけれども、もしかしたらどうしようかな、持ち手の方から編もうかなって今考えてます。うまくいくかどうかはわからないんですけれども、まずはちょっとそこを完成させて次回どうしようかなに入っていこうと思います。はい、というわけで今横でねお猫様ね本当にいい子にね寝ております。泣きもしないし本当にねすやすやっと気持ちよさそうに寝ております。北海道ね今ね本当にエゾ梅雨だと思うんですけどね、ぐずついてるんです。天気めちゃめちゃぐずついておりますので、お猫様も安入りということで、私も頭痛薬のお世話になっております。はい、というわけでまた次回ですね、次回も楽しく編んでいこうと思います。それではまた、じゃっ。